10日半。いい当たりだ。ライトポール際に打球伸びていって、どうだ。入りました。大野満塁ホームラン。この回ビッグイニングにしましたイーグルス。先制した数分後に逆転されるのなんなん。メヒア、もうお前船降りろ。もうテレビ消した。俺野球見るのやめるわ。2回で終戦が確定する素晴らしい球団。野手は2点取ったら仕事完了なんだよ。初回で点取ったら投手が崩れるって、もう終わりやろ。先週、石橋と組んだ時は良かったのにな。先制した意味ないやん。普通にバカし合いすぎる。夢も希望もない素晴らしい球団。中日ってファンに絶望と怒りしか与えないよ。2点という大量得点したと思ったら、急に地獄みたいに失点してる。もう終戦だろ。ファンはおもちゃじゃねえぞ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。